マイケル・スティーブン・ヘスマンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ファウンテンバレー出身の元プロ野球選手。ウトウミギウ1996年、MLB ドラフト15巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され入団した。ブレーブスでは8シーズンにわたり、マイナーリーグ生活を続けていたが、2003年8月22日に、メジャーで初出場、8月26日には、 ニューヨークメッツのマイクスタントンから代打本塁打を放った。2005年1月7日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、参家のトリプル A 級トレド・マット・ヘンズで過ごし28本塁打を放った。2006年もトリプル A 級トレドで24本塁打を放ったが打率は165にとどまった。2007年7月23日、3年ぶりにメジャーに昇格した。 この年トレードでは31本類が101打点を挙げてインターナショナルリーグ MVP に選ばれた。2008年は開幕をトリプル A 級トレードで迎えたが7月16日に北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表に選出。オリンピックに出場したため1ヶ月欠場したもののトリプル A 級トレードで34本類打を放ち 9月2日にはメジャーへ昇格。12試合に出場し、打率。296.5本塁打の成績を残した。2009年9月4日、トリプル A 級トレードでの試合で彼は、星から投手まで9つのすべてのポジションを守った。オフの10月に FA となった。ニューヨークメッツ時代2009年12月8日に、メッツとマイナー契約を結んだ。 2010年11月10日に FA となった。2010年12月17日にオリックスバファローズが獲得を発表した。2011年は開幕こそ一軍スタートとなったが、外国人枠の関係でアルフレッド・フィガロを登録するために4月14日に登録抹消。その後は2軍での調整期間を経て4月29日に再登録。 5月11日の対ソフトバンク戦で来日初本塁打を放つとそこから3試合連続本塁打をマークした7月1日から3日の対ソフトバンク戦では球団が2009年から企画している大阪夏の陣が催され兵、国代という登録名で出場1日の試合では山田大輝から2打席連続3ランを放ち3日の試合では9回裏一死の場面で 完封勝利目前のセッツただしから、同点的自我を放って逆転さよなら勝利を呼び込み、この同一カード3連戦3連勝に大きく貢献した。しかし、シーズンを通じてはなかなか調子が上がらきらず1点に、軍を往復し、右肘違和感のために9月24日に帰国した。結局は48試合の出場で打率。192、6本塁打14打点と成績が伸びず、 10月24日に球団から戦力外通告を受けた。2012年2月2日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。2012年11月にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2013年はトリプル A 級ルイビルバッツでプレー2013年12月3日にフルスのタイガースとマイナー契約を結んだ。 2014年5月21日に史上6人目となるマイナーリーグ通算400本塁打を達成し6月30日にはインターナショナルリーグ史上最多となる通算259本塁打に到達した2015年7月22日にはマイナー記録を抜く通算431本塁打を記録したしかし多くのメディアが431本塁打を マイナー新記録と報じているが、これらは誤報であり、1936年に、クリーブランド・インディアンス参加の AA 級、ミネアポリス・ミラーズに所属していた、バズ・アーレットが記録した432本塁だが、マイナーリーグの通算本塁だ最多記録である。ヘスマンがアーレットの記録を更新する433本塁打ち目を打ったのは2015年8月3日の、ルイビル・バッツ戦で、 シーズン16号本塁打で実に79年ぶりの快挙となった。オフの11月28日に現役引退を表明した。マイナーリーグで通算400本塁打以上を放っており、マイナー通算本塁打記録を持っている。長打力を備えているが、一方で三振も多く当時のオリックスの村山、吉尾球団本部長は不安も口にした。NPB。 ありがとうございます。